ネズミルクの皆さん、こんにちは。お元気でいらっしゃいますか。小学生の皆さんのランドセルをしちゃってる皆さんです。イエス・キリストという方ご存知ですか。声をかけられたからと何にも近づかなくてもいいですよ。でも聖書をプレゼントしてもらいますので、よかったらね、もらってください。送ってくれたらお届けいたします。本日は帰りなさい。Jesus
根城駅の皆様、こんにちは。こんばんは。お仕事お疲れ様です。元気ですか？もう実に山手線30駅は2年ぶりにこの場所に来ました。多分覚えている方もほとんどいらっしゃらないだろうと思いますが、でも皆さん覚えてほしいことがある。あなたを作り、あなたを愛している神の一人のイエス・キリストが2023年前、あなたを愛するために、そして罪から救い、死を滅ぼして永遠の命を与える。皆さん、神にできないことありません。こんにちは。今空を見上げていてね、さっきから飛行機が飛んでます。飛行機すごいな。あの飛行機はライト兄弟によってね、まあ、発明されたとされていますけど、あのライト兄弟も実はね、飛行機モノマネによって真似て完成させたんですね。何の真似でしょう。鳥ですよ。鳥は神が作り、その鳥の飛んでる姿を見上げて、あ、そうか、そうやれば有人飛行が人類もできるかもしれない、できたらいいな、そういうことで鳥がその発想を得て、皆さんこんにちは、お元気ですか。お方にもザ・バイブル聖書をお祈りしております。あなたを愛している神の一人のイエス・キリスト、この方を皆さんご存知でしょうか。ザ・バイブル聖書をプレゼントしてください。この空に翼を広げ、飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空よ、翼与えかせ。おかえりなさい。目白駅の皆様、こんにちは。おかえりなさい、いってらっしゃい。ほとんどがおかえりなさいだろうと思います。学校での仕事場で一日お疲れ様でした。そんなあなたの心、ハートの疲れを癒すジーザスの愛をお届けいたします。あなたの味方である、あなたと共にいる。このコロナの時代、苦しいことたくさんありましたよね。でも恐れるな、私はあなたと共に大丈夫だ、そう言ってくださるジーザス、目白の皆さんにお伝えしたいと思います。わかりなさい。近くでオレンジ色のビブスを着た者が聖書、世界のベストセラーとなっております。よかったらもらってくださいね。人生というのはステージが変わる。小学校を卒業し、中学に行く、中学を卒業し、高校に行く、専門学校、大学に行く、社会人になる、まあ、必ずしもそのコースではない人もいますけど、でも多くはそういうコースを目指していますね。こんにちは、お元気ですか。元気？よかったら聖書をプレゼントしています。あちらのオレンジ色のおじさんとところに行ってね、欲しかったらね、欲しくないのにあげないけどね。皆さんの人生を変える方がいらっしゃる。今日あなたにこのキリストの愛が、苦しむ、悲しむ、生きているだけで辛い、生老病死、四苦八苦人生、その苦しみの中に、皆さんもしキリストという2023年前生まれた歴史を変えた男、この救い主を、ここの皆さん、学校で勉強したことないですか。イエス・キリスト、この方をあなたに伝えたい。お兄さん、よかったらね、聖書が配っております。そちらの小学校のお姉ちゃんたちもね、よかったらもらってくださいね。悲しいことI'm not gonna leave.
写真の人は優しい目をしてる。街を見かけた時、何も言えなかった。卒業写真誓って。レジの野村さん、お帰りなさい。学校から仕事帰りの皆様に、あなたのハートを潤すジーザス、イエス・キリストの愛をお伝えしております。こんにちは、お元気ですか。オレンジ色のビブスを着たお兄さんなんですけど、みんなから見たらおじさんかもしれないけど、無料でねプレゼントしてますので、よかったらね、小学校のみんなにもプレゼントしております。よかったらもらってください。目白駅の皆様、こんにちは。五つの目の不動というものが、まあ、この地域にあったんでしょうね。目黒という駅もある、目白という駅もある。原宿と言われるところから来ておりますが、まあ、そこにはトゲ抜き地蔵というのがある。でも皆さん、あなたの死のトゲを抜く、こんにちは。可愛いですねよかったらね、聖書プレゼントしております。死のトゲを抜く、あなたの苦しみの状況の中に共にいてくださる神はあなたを見ていてください。こんにちは、お元気ですか。神様が見ているっていうのね、なんか見張ってる警察官のようにね。でもそうじゃない、あなたは見つめられている。神はあなたを見つめられます。本日皆様にこの神の愛をお届けいたします。お元気ですか。
オレンジ色のね服を着たおじちゃんがね、あの接触待ってます。よかったらいかがですか。まだ15分しか1曲でも聞いてってください。よかったらね。帽子をかぶるようにその頭を守り、帽子をかぶっていることが忘れるほどまでに空気のように共にいてください。そして神はあなたに声をかける。私はあなたを愛している。目白の皆様、この広場本日お帰りして、ジーザスなのお伝えしております。世界を変えた男、2023年前この地上に生まれ、そして皆さん西洋の歴史を、まあ、この年号の中にも二分した。キリスト来られる前を BC ビフォークライスト紀元前といい、キリストが来て2023年、なんでそんな年号が日本でも使われてるんだろうか。皆さんそれはね、世界を変え世界を救ったからですよ。新型コロナから神は救えるんだろうか、救えないんだろうか。ロシア・ウクライナ戦争、あの殺し合いが毎日続いている。新しい年になってもロシア・ウクライナの戦争が終わらない、そのような中で神も仏もあるもんかとある人はいます。皆さん、神が戦争を起こしてんじゃない。皆さん、人間の世界における不幸や悲しみ、それらは神が人間に与えられた自由意志、人がその自由意志を悪用し、そして自己中心のゆえに自分の利益のために人を殺したり人を利用したり、皆さんそういう神がいないんじゃない。神はそれでもあなたを守ってる、そしてそれでもあなたを愛してる、そして長い目で見たら神は全てを働かせで益としてください。つまりマイナスがプラスに変わる、人生のピンチはチャンスに変わる。皆さんだから大丈夫だよ。これが聖書のメッセージです。お母さんこんにちは、こんばんは。イエスキリストがお母さんともにいます。そして老後に2000万ぐらいかかると、まあ、数年前に政府が発表しましたよね。2000万回でもやがて人は死ぬんです。神は老後どころじゃない、永遠に死後でさえもあなたを守っていてくださる。皆さんそのような愛があるんです。
この世界の中で人が求めるものは変わらない愛ではないでしょうか。聖書を語ります信仰と希望と愛、これがいつまでも残る。でもその中で最も大いなるもの、愛、あったかい変わらない愛を神はあなたに与えておられる。皆さんどうぞ、まず聖書を手に取って、そして読んでみてほしい。そこに永遠に変わらない神の愛がある。イエス・キリストあなたを愛しています。ハロー、ビリバン、ジーザス・ラブス・ユー、ビリビン・ジーザス。お母さん、イエス様を信じたら救われます。お父さんもいかがですか。今日は聖書無料でプレゼントしています。よかったらいかがですか。パスモでパッとスイカで、ね、バスに乗れるように。本当ですか、クリスチャン。バスに乗るのがね、あのスイカでパッと乗れるように、イエス・キリスト信じたらパッと天国に入れますという話をしたかったんですね。そういう話です。キリスト信じたら救われる、あなたは愛されてる。Thank you.